はい、じゃあ確認テスト1いきたいと思いますじゃあ見てください演習1、次の問いに答えよう1、種なしぶどうの生産に利用され脂肪を果実に変化させる働きを持つ植物ホルモンを答えよう、うんまあこのホルモンさ、まずヒントとしていろいろ書いてあると思うんだけどなんて言ってもまず注目してほしいのは脂肪を果実に変化させるっていうところだよね 脂肪っていうのは将来的には果実になっていくってことは中学校でも多分勉強したと思うんだけどほっとけば勝手に果実になるわけではなくて受精をすることによって今回聞かれているホルモンが出てくるからこそ初めて果実になれるってことがあったと思うじゃあそのホルモン何だったかっていうとはいこれです、はい。ジベレリンってことでしたでこのジベレリンっていうものを人為的にねい、まあ、ったら人工的にい、まあ、ったら受粉をする前のものに つけけててそれを回回ではなくて2回つける、まあ、これをジベレリン処理とかっていうふうに言ったと思うんだけどそのジベレリン処理をすることによって確かこの種なしぶどうっていうのはできたと思うんだよね。でその種なしぶどうができるプロセスっていうのはもし忘れちゃったらもう一回ちょっと講義見てみましょう。じゃあはい2番目にいきます。ををを形成させ落葉を促進する気体の植物ホルモンを答えよう 理想を作ったり、落葉させたりってことは、まあもちろん特徴としてあるんだけど。なんて言っても、この気体ね。ガス状の、まあ言ったら植物ホルモンっていうのは、実は。一個しかないってことがあるから。まあ、これわかると思うんだけど、はい、これは、これです。ね、エチレンってものでした。ね、エチレンっていうものができるためには、いい。いきなりできるわけじゃなくって。アブシシン酸っていう、その他の植物ホルモンが。作用することによって、初めてエチレンっていうのはできる。 そそう,そうそのエチレンというものをガス状のエチレンが出,る出て初めて理想とか落葉っていうものが起きたんだよね。まあまあ簡単に言うとその理想ができるようにことによって落葉が起きたっていうこういうふうには順番であの覚えておいてほしいんだけどもいずれにしてもねあのこの落葉をさせるホルモンってことでしっかり覚えるようにしてみてください。じゃあ3番目いきます。植植物物細胞の細胞胞の分裂ををを促促し成長促進作用を示す植物ホルモンを答える で成長促進作用、まあ、言ったら植物体が大きくなるような,なることをこう促すような植物ホルモンって、まあ、授業の中では何が出てきたかっていうとサイトといううものが出てきたと思うでも今回はいい細胞の分裂を促すっていうことを思って、まあ、言ったら成長させるって植物ホルモンを聞いているってところからちょっとどっちだったっけなってことを判断してほしいんだけどそれははいこれです。 サイトカインでさっき言ったオ,オキシンに関してはじゃあどういう風うに成長させたかっていうといい、細胞の数を増やしていくっていうようなサイトカインとは全然意味合いが違くて、細胞の大きさ1個1個の大きさ自体をちょっと大きくしていくみたいな観点で全体を大きく大きく成長させるそれがオ大き身ってものでした。だからみんなは今回の答えはサイトカインっていうことでいいんだけど、成長促進をさせるためのホルモンとしてはちゃんとサイトカインに加えて オーキシンってものも答えられるようにしてみてください。はい、じゃあ続いて演習に行きたいと思います。オーキシンに関する次の文のうち。正しいものには丸、間違っているものにはバツをつけよ。じゃあ、丸一から言ってみるよ。目の先端に光を照射すると。光の当たる側でオーキシン濃度が上昇する。 うん、まあ目に光が当たると基本的にはその光の方に向かうように目は成長していくつまり性の光屈折ってものが見られたと思うんだけどここに関わってくるまあ言ったらじゃあそのオオキシンが光屈折性,性の光屈折を引き起こすためにまあ基本的にはその光に対応してオ,オキシンは移動していくっていうことがあったと思うんだけどじゃあこれが ここで言うように光の当たる側でオオキシンの濃度が上昇するってことによって起きたかっていうと実ははそうではなかったよね逆に光とは反対側にオオキシンが輸送されるってことによって光と反対側でどん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 成長していくってことがあって光が当たってる側では逆にあんまり成長してこないってことがあるから成長する方と成長しない方が こんな感じになって光の方に伸びていくってことがあったとだから今回丸バツで聞いてるわけだから今回は光の当たる側ではオオキシン濃度はむしろ上昇では低下するってことになってくるからはい答えはこれですバツってことになってきますじゃあ2番目いきます膜タンパク質の一種であるピンはオオキシンを細胞内へ取り込むタンパク質である、うん、植物の細胞の中でできたオオキシンというものは 膜の内側と外側で膜タンパク質を介して外に出されたりあるいは外から内側に取り込まれたりってことをしてると思うんだよねでねその時に関わっている膜タンパク質は、まあ、今回挙げたピンだけではなくて AUX1 っていうタンパク質も確か講義では,義では紹介したと思うんでね。で確かこのピンっていうものはさっきの光屈折の時のようにああ光屈折の時に実はすごく大きく関わっているんだけど光が当たってくると。 まあ言ったら光とは反対側にこのピンが移動するっていう特徴があってそのピンが移動するからこそ実はオオキシンそのピンを介して移動していくつまり内側から外側に移動していくってことが起きることによってそれが連続して起きると光とは反対側にオキシンどん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 いっていったら反対側の成長を促すってことがあったと思うんでね、うん、そうすると実際ピンは 細胞の中にオーキシンを取り込むものかっていうと、そうでゃなくて、逆に。内側から外に排出させるものだよってことになってくるから、答えに関しては、はい。バツってことになってきます。だから、もしもここはね。A. U. X. 1ってことだったら、丸だったんだけど、ね、ちゃんと A. U. X. さと PIN の。それぞれのオーキシンの輸送に関する、その方向性ね、内から外なのか。外から内へなのかってことを、しっかり整理してね、覚えるようにしてみてください。じゃ、あ三番目いきます。 オーキシンは細胞壁に作用して。セルロース繊維を横方向に整列させることで。身長成長を促す。うん。オーキシンはもちろん成長促進作用があって、特に抗議の中では。 オーキシンによよって身長成長成するよみたいな話はしたと思うんだけどその時の話ってちょっと思い出してほしいんだけどオオキシン単独だったかっていうとそうではなくてあともう一つホルモンがあったと思うんだよね。じゃあその植物ホルモンって何だったかっていうと確かジベレリンっってものだったと思うで実際そのオオキシンとジベレリンが協調的に作用することによって今回出されているような身長成長作用が促されたんだよね。うん、そうするとジベレリンが 入ってないから、じゃあ、罰だよ、とかではなくて。そもそも、オーキシンとジベレリンは、その身長成長させるにあたって、働きが違ったと思うんだよ。じゃあ、どう働きが違ったかというと。オーキシン自身は、セルローセンを横方向に整列させるんではなくて。細胞壁を作っているセルローセン同士の、まあ、言ったら、接着をさせているタンパク質っていうもの。まあ、物質をね、まあ、ちょっと分解させて、まあ、言ったら、なんていうのかな。 細胞壁自身をちょっと柔らかくするみたいなそういうふうな働きがあるっていうふうに講義でやったと思うんでねそうすると柔らかくなったところにさっきも言ったジベレリンが来ることによってセルロー繊維方向が今回横方向に成長さ,させられるってことによって植物の細胞はただただ大きくなるだけでなくて縦方向に縦方向に伸びるように成長するそれを長長成長っていう,ふうに言ったと思うだから今回書かれている繊維方向を横方向にするっていうのは さっきも言った通りオオキシンではなくてジベレリンの効果だよってことがあるからね今回答えははい×バツってことになってきますだからちゃんとそのオオキシンとジベレリンの協調的な作用による身長成長作用というのをねいま一度ち,ちょっと確認するようにしてみてくださいじゃあ4番目いきます高濃度のオオキシンは根において成長を抑制するように働く。うん、で今までオ,オキシンってものは 成長促進作用があるもんだよってことでずっと言ってきたんだけど植物ホルモンっていうのはそんな単純な話じゃなくて実はねその濃度によって効果が微妙に変わってくるってことがあるわけじゃあそれは全身性でまたそのなんていうのかなえっと法則性は全く同じように適用されるかってうとそうではなくて例えば茎の方ではオーキシン濃度が高いと成長は促進されるだから今まで言ってた通りなんだけど逆に根の方に行っていくと オキシン濃度が高いってことは成長促進させるっていうふうに言えるかっていうとむしろそうではなくて逆に抑制してしまうってことがあったりするわけ。で低濃度になってくるとじゃあ茎の方ではどうかって低濃度では実はオオキシンは成長促進作用、まあ、示すは示すんだけど非常に小さいんだけど根において低濃度のオ,オキシンっていうのは、まあ、さっき抑制されていたってことに対して見ると成長を促進するってことがあるわけ。つまり部位によって オーキシンの濃度によって、それぞれ成長を促進させるのか、それとも抑制させるのかというのが。実は違うってことがあったりする。だから、さっきの話をちょっともう一回確認してみると、根においては。オーキシン濃度が高いと、オーキシンの成長促進作用は発揮されるかというと、そうでなくて、抑制されてしまうってことは僕は言ったから。もう一回文章を見てみると、高濃度のオーキシンは根において、成長を抑制するように働く。これは完全に内容としては。 合ってるってことになるよねだから答えははいあるってことになりますで、今回の演習の2に関しては大きしんに関する内容を全部出させてもらったんだけどここからも分かる通り大きしんっていろんなことやってるしいろんな特徴があるってことがあるわけだからテストとしてはその大きしんというものは非常に狙われやすいってことがあるから今回の問題がねちょっと難しかったなっていう人はもう一回大きしんの部分のねあの講義を見て復習するようにしてみてください はい、いいじゃあ演習さん行きたいと思います図は種子の発芽の仕組みを模式的に表したものである次の問いに答えよでまずこの図を見てもらうとまあこれ種子って言ってももちろん種子の断面ってことになってくるよね。そうすると種子の断面を見てもらったときにまあ A のようにこういった条件を受容する部分あるいは C のようにでんぷんを含んでいる部分。 さらにその澱粉を含んでこういった条件を受容する部分を全体をこういうふうに覆っている B のさらに外側にまあ言ったら種子の皮種皮があるまあそんなことをちょっとイメージしながらこの図をちゃんと見るようにしてほしいわけ。でじゃあそれをちょっと考えながら括弧1からちょっと見ていくと括弧1ねうん。 種子において休眠っていうのは一体どういう現象かっていうと、まあ、字を見ればなんとなく想像はつくと思うんだけどこれは種子が種子の状態を保つっていうこと、まあ、これを「休眠」っていうふうに分けつまり発芽をしなないい状態ででのまんまんるよってことなんだよとこだね。そうすると実際発芽をしないでずっといわゆるその休眠状態にある種子の中には実は あるる植物ホルモンがが蓄積しているってていいっことが知られているのまあ今回そのホルモンが聞かれているわけなんだけどじゃあそのホルモン何だったかというとはいこれでした。で,したでみんなはどうしてもその休眠を打破させるつまり発芽をさせるために必要な植物ホルモンっていうのを一生懸命覚えようとするんだけど、まあ、今回の問題をもってねぜひね逆に休眠を維持させる時にはその種子の中には アブシシン酸というホルモンが蓄積されていてこれがあるからこそ種子の状態が保っていられるんだっていうふうにねあの覚えるようにしてみてください。はい、じゃあ続いいいて括弧にきたいと思います図中で A からまず見ていくと A はさっきもちょっと言った通りいい水と酸素と温度っていうような。 発芽に必要な条件を需要するってことがこの図からわかるよねで、みんなはあ、緑色だから A ってあれなんじゃないかとかっていうふうに考えた人もいると思うんだけどそう,いうのそういうのはちょっとダメでさっきも言った通りこういった条件を需要するところだっていうふうに見てもらって A を判断してほしいそうするとこの条件を判断するところははい、ね、はいってことになってきますで、このはいっていうのは発芽をした後あとね 将来的に何になってくるかっていうとこれこそが植物の体になってくるところだよってこともしっかり覚えておいてくださいじゃあ次 B を見ていくと B に関しては澱粉と肺のところを全体を覆っていて覆ってはいるんだけどさらにその外相の主皮との間に位置しているってうことがあると思うんでねそうするとここはちょっと難しい感じが出てきちゃったと思うんだけど覚えてるかなこんな風な名前です い、ね、いうふうふに言いました、ね、でこの古墳層っていうのはもう一回言うけど位置としてはでんぷんの蓄積している部分と主碑との間にあるよってねこの名前だけじゃなくてちゃんとポジションもしっかり覚えるようにしてみてください。じゃあ、C、ね C はさっきから何回も言ってるけどでんぷんがたまっているところつまり種子,種子が発芽をするために必要な栄養を蓄えているところしかもでんぷんという形でって、まあ、ここからも分かる通り C に関しては肺肺乳ってことこなってきますだから実際何もこういうふうにこれそれぞれの名前がなかったとしてもこの矢印とか。 場所とか、どんなものが蓄積しているのかってところで、肺、古紛争、胚乳、これをしっかり答えられるように、やってみてください。はい、じゃ、あ続いて三番いきたいと思います。図中のスモール A. は、ラージ B. に作用するホルモンであり。スモール B. は、デンプンを糖へと分解する酵素である。それぞれの名称を答えよう、うん。じゃ、あスモール A. からちょっと見ていくと。 スモール A はどっから出てるかって言ったらこの肺から出てるってことがわかるよね。で、つまりこの肺で水や酸素や温度のようなこの発芽に必要な条件が揃った時に出てくるのが A っていうホルモンってことになって。さらにその A はラージ B である古髄層に作用している。まあこれだけのヒントがあったらもうだいたいスモール A は何のホルモンだったかって答えれるんじゃないかなとは思うんだけど何だったか。はいこれやってね。はい。 ジベレリンってものでした。だからアブシシン酸というものが休眠を維持させるっていうホルモンである一方で今回出したジベレリンというものはその休眠を解除するつまり休眠打破をさせるための植物ホルモンだっていうふうにちゃんと頭の中で整理するようにしてみてください。じゃあ次に b 見ていくとスモール b はこのジベレリンが作用することにてどこに作用したりする してくるかというと古墳層だよねでその古墳層から出てくるものが b ってことになるんだけど b はここにも書いてある通り澱粉を糖へと分解する酵素なんだよね澱粉を糖に分解する酵素って当然僕らの実は唾液の中にも含まれたりするんだけどそれを答えればいいわけなんだよねじゃあ何だったかというとはいアミラーゼってことになってきます。ねだからちゃんと どこかかから出ているのかとかねあるいは何を何にするのかつまりでんぷんを等にするのかってこういうところをしっかりヒントとして見据えながらちゃんとこの B アミラーゼなんだってことをね答えられるようにするようにしてみてください。